やはり主張は、ずっとすべきだとは思ってます。まあ、我々こう放出したとしても、まあ、福島の水産物を流通させるつもりでいますので、まあ、それができるだけ多く、まあ、消費者の方々に受け入れられるためには、やはりその、まあ、福島の水産物に対する理解っていうものが高まっていかないと、まあ、漁業者の漁獲物の売り上げにも影響しますので、魚が売れなかったり、売れてもその値段が下がったりすると、まあ、我々のこの魚市場の運営自体も厳しくなりますし、漁業者も収入が減る可能性がありますので、まあ、福島の水産業関係者は大きなこの利益の損失になる可能性が出てくると思います。まあ、国とか東電は問題ないって言ってますけども、それが本当にそうなのか、まだまだその疑問を持っている方々もいますし、まあ、その辺のところを不安を持っている方々がいると思うんですよね。説明会とかその意見交換会は何度か行われてるんですけども、まあ、内容的にはいつも一緒で、まあ、その辺のところで皆さん理解しがたいと思っていると思います。福島の海は浄化してほしいと思ってんですよ。やはり、まあ、福島の漁業者にマイナスになるようなことは避けてほしいと思ってます。